心の窓を大きく開いて、私の風を受け入れて。日曜朝8時30分になりました。今週も始まります、チャールの朝晩。おはようございます。本日も MC を進めます、茅ヶ崎テレビアナウンサーチャールです。はい、という感じで、昨日ですね、朝からね、あの関東地方地震がありましてびっくりした朝だったんですが、まあ、今日はとりあえず平穏に、まあ、始まってますが、この番組はちょっと平穏じゃないかもしれないですが、とりあえずですね、あの本日もこちらの番組は茅ヶ崎駅北口徒歩1分にございます山地ビルの3階中古レコードショップ浜昼顔から生放送でお届けしております。9時までの30分間の生放送です。ぜひぜひ皆様お付き合いください。では早速参りましょう。こちらのコーナーからです。情報コーナー、ジハルの特カネ。今週はですね、これから予定されているイベント情報を2つほどお届けします。まず1つ目はですね、ちょっと今日書いてないです、チラシです、ごめんなさい。これはね、私手抜きしたじゃなくて言い訳するわけじゃないんですけど、書こうと思ったらあのスケッチブックが全部あの埋まってまして、買いに行くちょっともう夜でしたって話です。はい、チラシに行きます。はい、ごめんなさい。はい、まず1つ目はですね、9月22日火曜日に開催される小出川彼岸花祭り。茅ヶ崎の北部を流れる小出川沿いに彼岸花の美しい季節がやってきますということで、この季節に合わせて開催されるお祭りは、彼岸花の、ここにも書いてるかな、鑑賞コースと言われる小出川沿いの、これは大黒橋ってものかな、から御出し橋までの 3km の区間の中、遠藤、内戻り、大蔵、芹沢という4つの会場でね、地元野菜の販売といった模擬店ですとか写真展示などがあるということです。この第8回小出川彼岸祭りは9月22日火曜日の、10時から15時まで、こちらで、彼岸花のね、鑑賞時期は9月の下旬から10月上旬ということで、彼岸花のお彼岸に合わせて咲く花ですので、ぜひぜひね、その美しい姿を見に行ってみてください。交通アクセスはね、ここにも書いてますが、ちょっとちっちゃいですけれど、各種バスで行けますので、ぜひぜひお行ってみてください。続いてですね、またこちらもなんか、ごめんなさい、あのいつもの書いてないですけど、チラシです。はい、この翌日になりますが、場所も近いです。県立茅ヶ崎里山公園で開催される茅ヶ崎ジャンボリー2015というイベントですね。プロからアマまで 10バンド以上が出演するカントリーブルーグラスミュージックの祭典、この茅ヶ崎ジャンボリーが今年も里山公園で開催されます。当日は音楽ステージのほか、アメリカンフードやドリンク、ウエスタングッズなどの販売、お店が多数出店します。あとですね、ギターなどの豪華商品が当たる大抽選会も行われるということですので、ぜひぜひ緑と大きな空の下で、アメリカンな気分に浸って楽しみに、癒されに行きましょう。ということで、開催はですね、はい、9月23日秋分の日の10時から17時、雨天時も結構です。入場も無料です。当日はですね、茅ヶ崎駅北口から無料シャトルバスも運行されるということですので、ぜひぜひ。お問い合わせは茅ヶ崎市観光協会 0467840377 までお願いします。ということで、あ、大丈夫だ、時間は押してない。以上、シルバーウィークに楽しみなイベント2本お届けしました。続いてはですね、ここであのいつもだったらももちかちゃんに登場いただくんですが、今日はですね、ちょっと出し惜しみということで順番を変えてお届けしたいと思います。ですので、先にですね、お次のコーナーは第2週目のお楽しみということで、ちーちゃんぽをお届けしたいと思います。このちーちゃんぽなんですけど、ちょっとですね、リニューアルをしてみまして、茅ヶ崎あたりに詳しい方をね、毎回どなたかにご一緒していただいて案内してもらおうかなと思いまして、今回は早速、この
放送している茅ヶ崎テレビの母体であるメディア茅ヶ崎の藤川さんと真木さんにご一緒いただきまして、プラプラと歩いてみました。そんなちーちゃんぽをご覧ください。今日のちーちゃんぽはこちら茅ヶ崎駅南口にある、はい、徒歩3分、はい、徒歩3分にある、いや、2分、2分、徒歩2分です、2分です、はい、正確には2分らしいですにある、ライブハウスなのかな、ここは。ここはカフェバーなのかな、カフェバーよくわかんないお店かな、のログインからスタートしたいと思います。ロキ君です。おはようございます。っていうかまだ深夜だよね。そうね、まだ寝てないです。寝るまでが夜です。僕の朝は夕方6時頃ですね。そうだね。このプリンを食べたらもうね、他のプリンを食べられなくなっちゃうっていうね。ああ、実際ね、なかなか作れないので、食べれたらラッキー。幻に近いですね。幻に近いですね。カズオプリンありますかって聞いて、あるって言われる確率は 2% 低っ。はい、ということで、じゃあスタートしたいと思います。まはい、じゃあ、はい、じゃあ行ってきます。ありがとうございます。茅ヶ崎北口にあります湘南スタジオに来ました。はい、1回目のちーちゃんぽでもね、ちょっと寄ってはいるんですけど、ちゃんとご紹介をしていないので。もくもくはいいの？もくもく、俺はいいよ。ね、このもくもくできるっていうところもね、一つ売りでね。今やね、貴重になった感じのもくもくできるスペース。そうじゃないといけないのかっていう。なんかこのカウンター広がりましたよね、前よりね。そう、うん、いちさん、オーナーのいちさんです。こんにちは。おはようございます。そうなんです、おはようございます、なんです。実は一応朝8時半ですからね。そうです、そうです。この街はいちさんはね、素敵な ギタリストさん、ね、ミュージシャン。そうですね、ここで茅ヶ崎テレビ5周年、大盛り上がり、大盛り上がりで、もうドラムあり、サックスあり、ピアノありでね、と、うん、でかいベーサンドもあって、うん、上手ですね。ねえ、ジャルジャもね、司会ありがとうございます。そうそうそう、マイクを持ったら離さない、出たがり司会で出ました。ハワイアンキルトとかもあるので、うん、それをちょっと見に行きたいと思います。ご案内します。ご案内しているのは茅ヶ崎テレビの真木さんです。こちらでございます。うん、違うのになってたりとかしますよね。ああ、そうですね、前そうですね、柄違ったかも、うん、あとこれかわいい、この貝殻みたいな、カジキちゃんもいます。ああ、まーす。湘南スタジオ出てきましたが、湘南スタジオってここのエメラルドプラザってここ見て、すごいね、いろんなお店が入っててね。でここのスペースでね、よくエメフェスとかね、やってますもんね。今年もユニバーサル音楽祭とかこの辺でやるっていうね。あの丸い、あの昔ながらのポストってことね。そこにあるお店屋さんもね、またね、なんかね、いい感じのお店です。で、そのユニバーさんの横にあるのが、うん、閉まってますね、残念ながらね。今日閉まってる、やっぱりちーちゃんぽパターンになってきたよ、これ。いや、これさ、何で有名かって、息子さんが、サクセボンって大分年の人なんだけど、うん、おにぎりが美味しい。おにぎりみたいな車があって、いろんなところに出張ってね、こう、おにぎりを包んでくれるんだけど、うんうん、美味しいおにぎりなんですよ、それがね。あれでしょ、お米の種類も選べるおにぎりでしょ。しいね、あの、うん、おにぎりはね。って言ってね、食べれないって。食べたい気分になったのに、ね、食べれない。お腹すいたね。よし、じゃあ、ぼちぼちのカレーに詰めます。ぼちぼち。ライブハウスなんだけど、カレーがうまい。グリーンカレー空いてないか分からないっていうね、感じで。ギリギリまで、こう動きたい。はい。全部消えてるけど、そうだ。パソコン屋さん遊びに行きましょうか。茅ヶ崎でね、
もうもしパソコン買いたい、中古のパソコンを安く買いたいとか、うん、パソコン壊れたけど修理してほしいって言ったらもう一番おすすめの店の名前知らない、俺パソコン屋さんとしか言ってないからね。あのでそのパソコン屋さん、ぼちぼちの隣にあるので、行ってみましょう。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。石井パークというお名前の、はい、名前はい、お店でございます。はい、なんか古いのから新しいのまで、あと直す、思い出のあるものとかを直すお店なので、基本的には直すを前提にさせていただいてます。うん、お値段は市販店の大体半額ぐらい、市販店の半額で。こんなものも売ってるんですよ。これは何ですか？ファミコンのソフトです。ファミコン、ファミコンのソフト、ね、なんか懐かしい響きだけど、ね、それ、みんなとかね、新しいのもあれば100円お邪魔します。綺麗なお店ではないですけども、ちょっとこうちゃっとしても申し訳ないです。まあでも新しいのもあれば古いのもあります、ね、楽しい。ハルちゃんにはちょっとあれだけど、この辺のハードディスクとかね、うん、これは、うん、相場的にはかなり安いんですか？安いです。あとうちは検査が無料なんで、あの、何かあった時には軽症なうちにお持ちいただければ修理もお安くなりますので、そういう大事になる前に、あの、細かくお持ちいただいたり、車のメンテじゃないですけれども、あの、定期検診という形でお持ちいただけると一番パソコン長く持ちます。フード、あ、フードもありますか？フード、まあ、ただね、今ね、まだね、プレーオープン中らしいなので、飲み物だけかもしれない。また食べれない。名前もロゴも可愛い。ロゴもすごい可愛い、うん、可愛い。これはじゃーん、ミノカフェ。フレンチトーストとかあるよ。ミネマケの中に入ってる感じ。あ、すごい。このサンドイッチみたいなのも美味しそう。美味しそう。これなんとかっていうのね、うん、これドーナツかな。ドーナツ美味しそうって、このメニューだけ取ってまたこれ食べれないっていう。あ、お腹すいたね。やっぱり食べれない。ちょっとおすすめなのがね、はい、ユーブックスさん。ユーブックスさん、はい、もうマキちゃんがよく行ってるよね、ユーブックスはね、はい、ファミコン売りに行ったりだとか買ったりだとかね、なんかフィギュアだったり、フィギュアとかね。お、私ね、このユーブックスさんがね、開店する前のこう、うん、準備、うん、そのなんか期間限定の短期アルバイトを行った。おー、ほんと。はい、かなり昔、うん、懐かしい。店長が変わってなければね、うん、店長はちょっと知り合い。あ、そうなんだ。一回ね、茅ヶ崎テレビの、うん、旬のレシピのな、わわシネマっていう番組があって、うんうん、そこにね、ゲストが出てきました。へぇー、わわシネマともね、なんかすごく仲が良くて、いろいろ一緒に活動してたんだよね。なるほど、はい、そんなユーブックスさん、ユーブックスさん押しかけてみましょうか。ユーブックスさんに押しかけ取材。彼らの中には本国への帰還を望む者もいたはず。ニコ生の番組です。あの、この辺をブランブランして、はい、ほら、楽しいお店ですね。すごいよね、うん、ブックス。でもここのオープンの時にバイトしたんでしょ。でもね、本屋さんっぽかった時のだよ。あ、覚えてます。お、え、本当ですか？まだ履歴書も残ってて。え、履歴書見たいよ俺。破棄してください。あのメイクの感じが違う感じでしたよね。多分違う。分かりました。どこで見たことあるってちょっと思ったんですけど。オープン準備、オープンの時。そう、オープンのオープン前の、あの、準備の短期バイトみたいな、お世話になりました。こんなところで私は忘れてたんですけど。おかげでこれから16年くらいです。結構前ですもんね。そうだ、じゃあ千原まだ3歳か4歳。そうだね、働いちゃいけなかったね。じゃあ楽しみ、フィギュア関係すごい充実してるんで、はい、見たいと思います。じゃあ撮影させてください。はい、まあ、簡単に言うとオタク文化と言われるかもしれないけど、こういうものをどんどん海外に輸出していこうぜ。で、海外の人からするとこういうのすげえかっこいい、かっこいいっていう。なるほど、確かに確かに。なんかワクワクするね、こういうお店って ね。ありがとうございました。まあでもね、可愛い、うん、もう日本を代表するクールジャパンですね、うん、このお店ね。
じゃ最後に田舎に帰りましょうか。そうですね、うん、ちょっと田舎に帰りましょう。田舎に帰りましょう、はい、はい、でまた田舎って、田舎に帰ってきて、うん、そうだね時々ね、はい、あのカズオさんとね、はい、カズオチャンネルのカズオさんと田舎に帰るの、うん、ブラッとねブラッとね、帰りたくなるこれ駐車場、駐輪場で、はい、ここ郵便局ですね、うんうん、郵便局の裏っていうか横っていうかね、うん、そこが大熊ですよね。大熊って茅ヶ崎の人は言っちゃうけど、はい、本当は大熊、ね、山田電機、ね、洋華堂ですね、うん、でこのあと洋華堂で千葉 B 最終日、そうそうそう、千春が司会をやる、はい、歌姫ナイトをやります、うん、それもね今このビデオ続きでこのあとご覧ください。その前に田舎に帰りましょう。田舎に帰りましょう、はい、田舎ってそれはあのなんかお腹が満たされる場所なのかな。そうです、田舎ってもうねもう満腹になりますから行きましょう。本当かな、はい、満腹に、はい、田舎に帰ってきました。はい、田舎に帰ってきました。やった、お腹空いたよ。あれ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 、なんかシャッター閉まってるように私見えるんだけど、昼からやってるとこもあるかもしれない。お腹空いたね、もう夕方近いから空いてるかと思ったんだけどじゃあどうしましょうか、はい、しょうがないか、うん、じゃあ他の店に行ってみましょう。はい、はい、あ、このクラブの、うん、横にある、うん、ハス向かいにある、うん、ハサミがある。なるほど、上に飾るですね。そういうことですね。はい、はい、ではこれお昼ご飯食べましょう。はい、遅い。ラーメンあった半チャーハンで800円とか安いね。うん。これ何ラーメン？これはね。ごま味噌ラーメンです。ごま味噌ラーメンめっちゃうまい。麻婆豆腐ラーメン。おカラトロで美味しい。これだとまだチャーハン。そうね。チャーハンすごいな。これにチャーハンも食べちゃう。まだこれですね。今ランチメニューの時間で。美味しいよ。マジで。本格的。うん。うん。自撮りで食べる。自撮り食べる。で、ちょっとその本格的な臭みみたいなのもあってね。あ、本当にこのなんか香ばしさとか。うん。茅ヶ崎駅北口周辺をね、ちょろちょろちょろっと歩いてみましたが、これだけでも結構いろいろとあったかなと思うんですが、まずですね、今回スタートした南口のログインなんですが、夜はライブもやっている Wi-Fi カフェでコーヒー150円だったかな、150円で高速 Wi-Fi が使い放題というのもかなりお得な素敵な場所ですので、ぜひぜひ行ってみてください。あとね、2% の確率でお目にかかれるカズオプリン本当に美味しいので、その 2% の確率にかけてみてください。はい、続いてですね、今回はですね、湘南スタジオさんにも行かせていただきました。こちらもねライブもできます。あの格安な料金でスタジオ借りれますので、ぜひぜひです。はい、そしてパソコン屋さんですね。このパソコン屋さん、あの本当はここの横にあるぼちぼちってところに行くつもりだったんですけど、あのシャッター閉まってました。で、あのパソコン屋さんですが、このパソコン屋さんね、そのぼちぼちで茅ヶ崎テレビを放送してたことがあるんですが、その時にはかなりお世話になった場所らしいですよ。続いて、とはユーフックスさんね、本当に私全くまさか覚えてると言われると思わなかったので、あのあわたわたしてましたねまあ、うん、はいそんな感じでご登場いただいた皆様、本当にありがとうございました。
この情報、私のね、私じゃない、ちはるの朝晩のフェイスブックページなどにね、このお店の情報などあげられたらいいなと思ってますので、そちらもご覧ください。そんな感じで、ちーちゃんぽお届けしましたが、まあ、ちーちゃんぽの時ね、このちーちゃんポイントって毎回くれてる方がいらっしゃいまして、たくさんコメントいただきましてありがとうございます。また後でお時間があるようでしたら読んでみたいと思います。ではまたね、来月以降もちーちゃんぽご期待くださいという感じで、予定通り進んでますね。お時計の針は8時50分ということで、そろそろこちらのコーナーもんちかちゃんの登場です。モンドコですって私が出てますがこれで本当はですね、本日のモンドコなんですが、朝晩始まって以来のなんと生中継を入れようと思いまして、スカイプ中継ということで予定をしてたんですが、こちら側のちょっともろもろトラブルでですね、おかかってきているか、かかってきているよ、おもろもろトラブルでしたがスカイプ、あれ、ちかさんのカメラオフになっちゃった。すごいアナログな方法で繋いでみました。ちょっと待ってくださいね。あれ、音声は聞こえてるのか？あ、聞こえてるか。はい、ですね、平塚商談海岸公園にいる。はい、もんちかちゃんとまたスカイプですごい近代的につなぐ予定だったんですが、もう最悪これでいいやっていう荒い画像でつながっております。あ、お茶の間の皆さん、おはようございます。もんちかですよ。あら、聞こえてますでしょうかね。まあ、どうなってるんでしょうかね。おロケつながったっていうコメントもらってるから、つながってるよ。はい、湘南海岸公園というところに来てまして、今日はサンサンマルシェという、じゃん、もう見えてるのかな、サンサンマルシェが。知ってるか、サンサンマルシェという、イベントに、さっきもワンステージ目をやったんですけれども、なかなか楽しい感じになっておりますよ。こっちも楽しい感じになってるよ。本当、なんかちょっとなんかずっと今自分を自撮りで撮ってるので、お茶の間の皆さんにどう映ってるのかが非常に心配なんですけど、いい感じで映ってる。昨日のFacebook の自撮りみたいな感じでいい感じで、自撮り、なんか千春ちゃんの自撮りはすごく上手なんだけど、いや、いい、私の自撮り、朝ごはんを食べながら見てる番組を見てる皆さんとかに鑑賞に耐えうる映像になっているのが非常に心配でございます。大丈夫、大丈夫、大丈夫。今日ワンステージ目終わったんですよね。そうですね、先ほどワンステージ目が終わって、今日も無料配布 CD を持ってきてますなんていうことを言ったら、もう早速ステージが終わった後くださいっていう方が来てくださったりして、なかなか結構好感触でございます。お、はい、いいですね、朝からライブってなかなかない、めったにないです ね、こんな時間から声を出すって、うん、朝晩の生放送で歌う時以来の感じですね。本当ですよね。そこは海のそばなんですか？そうですね、もうすぐ海ですね。いいですね。すごい、それでこう広大な原っぱが見えるかな、うんうん、すごいね。そうなんです、気持ちいいんです。そこにいろんな食べ物のお店とか雑貨のお店とかいろいろ出店していて、うん、これから私もいろいろ見に行こうかなと思って。いいね。あれこの後歌わないの？この後ですね、9時20分からと10時20分から歌いますので、朝晩を見終わって、うん、すぐこちらに来れば多分10時20分のステージには皆さん間に合う方は来てください。間に合いますね、みんなね。はい、今これ9時に終わって、間に合わない方はですね、今日ちゃんと映像をステージの映像を残しますんで、うん、来週のモトコで、うん、おちょっとおかけできたらいいな、なんて。ああ、いいです。はい、じゃあ9時20分のステージまでの間にいろいろ多肉ちゃんとか見に行っちゃうわけね。そ
いろいろ見に行ってみようかな。ね、もちかちゃんの好きな多肉ちゃんね、サンサンマルシェで。そう、多肉ちゃんの寄せ植えワークショップとか、うん、あとあのステージであのヨガの先生がヨガをやってくれたりとか、お面白いこともいっぱいありますんで、ぜひぜひ皆さん、はい、おいでませ。はい、ありがとうございます。じゃあステージ頑張ってください。ありがとう、はい、ありがとうございます。そうだね、はい、シュッて言ったところ映ってなかった。はい、ということであの超アナログな方法で中継をつなぎましたが、今日ですね平塚にございます、平塚湘南海岸公園で開催中のサンサンマルシェでね、あのライブをされするということでもちかちゃんが行ってますのでつないでみました。この後9時20分と10時20分にもちかちゃん歌いますので、ぜひぜひ繰り出してみましょうということで、なんとか中継できたかな、いいな、はい、ということで初の中継を無事に終えました。また試みてみたいと思います。では、最後ですね、もう56分になってるぞ、エンディングコーナーに進みたいと思います。エンディング恒例駆け込み告知コーナー、なんでかじゃんじゃんじゃんで中岡が欲しい、はい、またチラシでの告知です。はい、こちらですね、今度の日曜9月20日、ここ山地ビルの6階ハスキーズギャラリーにて開催のスペインとブラジルを同時に楽しむサンデーアフタヌーンライブということでね、ルンバ、フラメンコの歌と踊り、そしてボサノバ、スペインとブラジル、どっちも熱いですを同時に楽しむ大人たちの贅沢な時間という、これはライブが行われます。はい、こちらはですね、ハスキーズギャラリーではマンスリーライブでもおなじみの茅ヶ崎ジプシーズによる、ライブ、こちらはねスペシャルゲスト田中明平さんをお迎えします。またですね、斉藤美雪さん、長澤のりひとさんによるボサノバデュオも登場ということでね、かなりお得ですよ。こちら前売り2000円、当日2500円でこんなに素敵な、ステージが見れちゃいます。お時間14時開場、14時30分開演です。お問い合わせは、お問い合わせご予約ハスキー企画0467881811まで。はい、ということで続いてはあの格納しているチラシ行こうかな。はい、大丈夫かな時間は。はい、ちょっとねあの癒されそうなコンサートを見つけたので告知します。0歳から大人までコンサート、日だまりコンサートと題して開催されるこちらの企画、9月27日日曜日、1回目の、ステージが10時45分から小さなお子様向け、そして2回目が14時からということで、ゆったりと音楽を楽しみたい方向けと内容プログラムを変えて2回行われます。会費は大人1000円、お茶とドーナツ付き、また、1歳以上のお子様はドリンク付きで500円ということですね。場所は茅ヶ崎市高田にあります鉄州チワンというところでね、演奏はラッシードのお二人ということです。お問い合わせは0901343-1650 まで、ピアノとフルートと歌による素敵な音楽ステージ、日曜の日だまりの中で聴くにはとてもいい感じだと思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。以上、駆け込み告知コーナーでした。お、あと2分、これいけるのか。ではですね、まあ、最後のコーナー、防災豆知識コーナーといきたいんですが、今回ですね、あの大雨豪雨によってかなりの方が被災されていると聞いております。被災された多くの皆様、ご心情察しします。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。ということでね、この豪雨の時も出ました特別警報、まあ、皆さんもご存知かと思いますが、簡単におさらいしておきたいと思います。こちらね、気象庁のホームページにあった特別警報のイメージというものなんですけれど、この特別警報、平成25年の8月30日から開始となって2年になるんですが、まあ、数十年に一度クラスの、災害がもうこんなに起きているということですので、ぜひぜひこの警報が出た時は命を守る、行動してください。お、時間がない。じゃあそんな感じで、あのコメントをいっぱいもらったけど読めない、ごめんなさ い、ありがとうございました。今日も一日、素敵なお時間をお過ごしください。また来週はね、ログインからゲストを迎えしてお届けしますので、お付き合いください。また来週お会いしましょう。